こんばんは。12月1日火曜日の夜でございます。平山茂と申します。皆さん、今日もご視聴ありがとうございます。本当にありがとうございます。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。昨日のね、動画を見ていただいた方はわかると思うんですけれども、今日もですね、ちょっと仕事用の服を買いに行ってきました。今日はちょっと違う店で買いました。で、ちょっとね、お店の中はちょっと動画撮れなかったので、まあ、商品だけ、今日はちょっとワークマンプラスで買ってきました。はい、なんとか今日も結構ギリギリで、本当に、12月ですね。早いもので、もう12月ですよ。もうこっから早いですからね。もう今今日1日だって思ってたら、もう気づいたらもう本当クリスマスになっちゃいますから、あの一日一日大事にいきましょう。まあお出かけはできなかったとしてもね、なんかできることあると思うので、ちょっとね、何が言いたいかって、思い出作りましょう。2020年の、思い出をね、ちょっとこう、まあ、全体を通すとこう、もうほとんどがね、コロナで塗りつぶされてしまってるような感じもします。オリンピックもなくなってしまいましたので、そんな2020年だったなっていう思い出よりはですね、2020年面白かったなっていうね、2020年最高だったなってこう言える思い出をまだ間に合うと思うので作りましょうよ。残り本当にもうカウントダウンですから。最近大丈夫だよ全然言ってないですよね。でも大丈夫なんです。大丈夫だから喋っちゃうんです、いろいろね。大丈夫だから、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だから。ではまた会いましょうね。明日水曜日の夜会いましょう。またちょっとお買い物、今日のお買い物ちょっと動画撮れなくてすいませんでした。ちょっとそういう感じじゃなかったんでね。まだ今年終わってないですけども、平山茂ありがとうございました。また来年も本当にね、ずっと毎日言いますから。いや、でもやっぱズボンをね、なんかね、ちょっとこうツルツルっとした生地で、ちょっとストレッチの効いたズボンですね。これがね、1900円ですよ。なかなかいいんじゃないですか。いろいろね、他にも同じやつで色違いとかもありましたけど、まあ、とりあえず無難な黒にしておきましたけども、いや、これ1900円は本当に安いと思いますね。製品紹介してますね、これ。そういうわけじゃない、自慢がしたかったんです。買えたぞっていうね、買ったぞっていう、まあ、本当もう一着、あの、もういいよね。一緒に頑張っていきましょう、これからも。本当に応援してますからね、皆さんを。本当に頑張ってる皆さんを応援します、支えます。どんどんね、いろんな場面に出ていけるように、ちょっと平山茂頑張って飛躍していきますので、もっともっとこう皆さんと近くなってですね、大丈夫だよって本当に会って直接言えるような機会も本当は作りたい。そんな風に私は思っております。冗談ではなく、生で言いたい、大丈夫だよって。まあ、もし聞きたいよっていう方はコメントください。なんかコメントください。はい、というわけで、今日はこれぐらいにしたいと思います。本当に大丈夫なのでね、大丈夫ですから、大丈夫ですよ。本当にあなたは大丈夫、大丈夫だからね。じゃあおやすみなさい。また明日会いましょう。本当にありがとうございます。それではおやすみなさい。買ったぜ、買ったぜ。